北野さん、おはようございます。おはようございます。小林さん、ありがとうございます。中間のご担当者の方も倉庫に来ることがあるんですね。もしかして、うちだけ特別ですか？通関業者としては珍しいかもしれませんね。ただ、川崎陸曹は現地、現物、現実主義で通関をしてますので、こうして初めての貨物には立ち会って、自分たちの目で確認するようにしてるんです。なるほど、そうなんですね。それにしてもロットやダメージの確認も丁寧で手際もいいですね。頼もしいですね。ありがとうございます。倉庫から入庫報告を受け取りました。特に問題ないので通関を進める準備をしてほしいんですが。すでに倉庫と明細の確認をしておりますので、ご指示さえいただければ今日すぐにでも通関ができますよ。はい、川崎陸曹です。はい、はい、検査実施ですね。はい、承知いたしました。はい、失礼いたします。検査になっちゃったか。はい、川崎陸曹、小林です。北村様ですか？今回の輸入食品ですが税関検査になりました。おそらく原産国など商品表示の確認が目的だとは思うのですが。それじゃ納期に間に合わなくなるんじゃないですか？表示などに問題がないことは確認済みですし、その他で心配なことはありません。貨物を税関で見てもらえばすぐに輸入許可になるはずですから、ご安心ください。北村様ですか？川崎陸曹の小林です。無事輸入許可になりました。早いというか早すぎですよね。なんでこんなに早く税関検査に対応できるんですか？倉庫も通関も一貫してご依頼いただいてますからね。倉庫も通関もどちらも川崎陸曹ですので、倉庫との意思疎通や貨物の引き取りもスムーズなんですよ。はい、それでは失礼いたします。